トビークルスやる応援団長マスル選手です。よろしく。厚木の皆さん、暑い中ありがとうございます。シャレじゃありませんよ。拍手拍手してくれないところは暑すぎちゃった。さてね、今日はね、実はびっくり、なんと富山県出身の我が横浜ビーコルセアーズの選手をサプライズでお招きしておるんだ。それでは呼びましょう、堀川選手。堀川選手、じゃあこれど真ん中ですけども、線のところですね。はい、どうかでしょう。堀川選手、知ってる人、はい、よーし、知ってた。じゃあ知ってる人には金貨を後であげるからね。はい、さてね、厚木が誇るこの鮎祭りなんですけど、なんと堀川選手、鮎が大好きそうなんですが、地元の富山でもどうですか、鮎は。そうですね、富山県でも実は鮎が取れて、庄川という川があるんですよ。庄川、はい、というところで鮎はよく取れてるので、小さい頃から食べてました。なるほど。皆さん、だけど毎日鮎食べてるわけじゃないよね。沖縄の人が毎日ゴーヤチャンプル食べてるわけじゃないのと一緒だよね。でもね、ここはやっぱり三線合流してて、水も綺麗だしね、緑もあるし、皆様が誇るこの川と緑と鮎、ぜひ本日は、我々横浜ビーコルセアーズ開幕戦が迫ってるんですね。ちょっとそのことについて堀川選手がちょっと聞いてみましょう。はい、ちょうど、2ヶ月後ですね、10月の11日、12日、同日になりますけれども、ザマの方のスカイアリーナザマの方で、開幕戦を行います。はい、そうです。さあ、なんか音楽が変わったので、そろそろ堀川選手が降参しなきゃいけなくなってきましたが、じゃあ堀川選手、厚木の皆さんに何か一言お願いいたします。はい、昨シーズンは、すごく悔しい、成績だったので、今シーズンは、チーム一丸となって戦います。優勝を目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。ありがとうございます。堀川選手でした。じゃあそれではですね、後ほどね、そちら、皆さんステージ左手に見えます、フリースローゲーム、そちらにもですね、堀川選手しばらくおりますので、どうぞお楽しみください。それではこの後、マスル船長の夏にちなんだ、海にちなんだ曲をお届けいたしましょう。一番最初はね、まあ、やっぱ夏といえばレゲエですから、ボブマーレのワンラブと海の合体曲いってみたいと思います。
調サービスがありましてですね、ちょっとあのカメラに当たらないように、ね、下に降りてあ、足かけてあげる、カメラの下当たらないように下降りていく。まず今この水鉄砲サービスをですね、大阪海賊の身内が担当しておりますので、本日はよろしくお願いします。さあ、夏のナンバー海をやりました。次はですね、まあ、ちょっと海から離れて、せっかく厚木は山ですから、カエルの合唱行ってみたいと思います。手拍子欲しい。